前が知ってた。二段の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、UFO銀よろしくお願いします。声がカスカスですわ。居飛車か。 OK、 居飛車ね。ゴリゴリ金よろしくお願いします。さあ、どういくかな。なんか玉とプレッシャーかけてくるんかな、そんな感じだな。ちょっとこっちも玉とプレッシャーかけるか。プレッシャーかけまして、これは夜ポ？次なんか5五角みたいな手指したいんですけど、いかがでしょうか。ああ指してくれなかったわ。4五歩は5五銀か。あ、でも割り打ちの銀あるからありなんじゃない。頑張ろう。5五歩取って、割り打ちの銀、割り打ちして2分30秒、桂馬狙ってどうですか。で次桂馬跳ねみたいな、8五桂みたいな。で飛車使えてない、使えてない問題あるんですけど、それでいいのか。一回歩打ってみようか。歩じゃないよ。それでいいのか。そんなんでいいのか。なんかないっすかこれ。ないんすか。角追われるんだよな。ちょっと勝負するか。歩突き遅いかな。銀打ちとかやばいか。それもやばいわ。それはやばい。終わった。終わった2円関東風カニ玉。2円の関東風カニ玉ですねこれ。ちょっと一回寄る。じゃあもう飛車いじめるしかない。これは相手の飛車いじめるしかない。で銀とか角使ってくるんだったらまあいいかなと思ったんですけど、これはもう飛車いじめるしかないわ。で飛車1枚もらってどうにかするっていうパターンのやつでね、それでいこう。取るんか。1分30秒。取るはやばいんじゃない。やばくないんか。桂馬跳ねとく。先に先桂馬跳ねどうすか。飛車打ちやばそうですよっていう雰囲気のもと。まあ飛車打つか。これ詰めろです。詰めろです。詰めろ防がれていきました。あーやばいな。銀取るか。ちょっとわからんかった。歩ついて勝負するしかない。銀打ってペタペタいきましょう。こっちは大丈夫です。龍がいるんでね。龍がいるんで何でも大丈夫です。大体大丈夫。桂馬打ちは詰みだと思うんですよね。これ取って詰みな気がする。
これ積んでない？積んでますね。よし、もらった。よっしゃー、ありがとうございました。よくぞやった。3段の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、丸山ワクチンよろしくお願いします。一手損角側やるか。引き上げて歩ついてゴリゴリ金よろしくお願いします。ちょっとこれ持久戦模様ですね。持久戦模様なんで、金どっちによるかな。こっちかな、こっちかな。これ確地して、取ると、2分30秒なんかありそうですけどね。なんもないんか。それでもついてみる。もう一個つく。銀上がる。で、歩つく。で、角打つ。ここ行って勝負という感じかな。まあなんというか難しいですねまだまだ難しいですね。桂馬で取るのはやばいかもしれんけど取る。角で取る、金で取る。2分。うわー、ここか。まあ2枚替えならいいでしょう。2枚替えならいいでしょう。そういうことするの、そういうのがあるのそうなの。まあ通るしかないか。いやー、その拠点ちょっと鬱陶しいっすね。控えて桂馬打つ。まあ、7七角は飛車寄りですね。飛車寄り。1分30秒。金出ますか。金で。まあ、角もらえたらいいんじゃないかな。あ、馬なるんか、そっちに。あ、王手かよ、しかも。もうでかい。これ銀で頑張るしかないわ。飛車取られるかな、まあ、飛車角交換 OK。 全然いい、全然いいんですけど、これがまたやばいのか。あー、これがやばいのか。金寄るか。1分。あんまりしたくないけど。で、強者取られるかな。まあ、とにもかくにも3、4を打ちたいけど、どうなん。引くんか。まあ、一回歩。ついとく。これ取ったら角打ちつらそうじゃないです？意外に。なっといて。金取ったら勝ちの形ですからね。あ、そこで飛車転換か。あ、飛車転換やばいわ。
なんかどうするかな。これは間違えたんじゃないか相手。間違えましたね相手。30秒。まあ、これ取っ、なって金取ってでいいかな。これ銀でいいね。20秒。20秒。ちょっとやばいな。かまして、どっち取る、そっちか、勝負勝負。やばいか。10秒。大丈夫大丈夫、まだいける。あーていうか取れるやん、馬で取れるやん、馬で取れるやん、今の馬で取れるやん。5秒しかない、5秒しかない。どうする、どうする、どうする。5秒しかない。勝った。あとは時間、あとは時間。いけるか。おっしゃ、おっしゃ、危ねえ。よくぞこの厳しい戦いを乗り切った。いや厳しかった、見事だったぞ。ありがとうございました。